我々コナミチャンネルと申す。コナミカンです。今日のリアタイで強そうな投手発掘委員会というわけで、はい、今日の選手はこちらですね。福投手です。はい、福投手、ストレートが動いて、かつ、ツーシームでスラカットと、でスクリューもあってフォークと、なかなかこれがまた面白いんですよね。フォーク変化量1というのがね、中継ぎというわけで、前回ちょっとギリギリまで完全に中継ぐのを忘れてたので、今回はできるだけ早く継げるようにしたいと思います。ただ体力が A ランクで E っていうのもあるので、そんなに長持ちしないと思うので、まあ、2回から登板させたいと思います。はい、それではいきましょう。はい、それではやっていきましょう。ここからですね。はい、おっと、ちょっと1番に良くない選手が入ってますね。ちょっとあの企画の前準備で入れてた選手が入ってました。ちょっと1番に入ってる選手がちょっと誰かっていうのはまたあの こっち側の攻撃になった時に分かると思うんですけど、まあ、まあそういう企画がもうすぐ始まるんだなっていう風に思ってください。ちょっと1番に例の彼が入ってます。はい、いやもう最近ね、ちょっとなんか謎にもうなんかストレートに全然対応できなさすぎて、なんかストレートが来るって分かってるのに全然打てないみたいなパターンが多くて、であのずっともうなんか打てなくて打率がえらいことになってるんですよ。今勝率もえらいことになってるんですけど、もう2割7分3厘になっちゃってて、なんかはい、起きてる。親フラッグですね。えらいことになっちゃってて、まいったもんですよ、ほんまに。OK、抑えた。いやー、ちょっとね、まあもう1番のこの彼を見てもらったら分かります。まあ、いつかこの企画をやるというためで、ちょっと1回ぐらいでちょっとだけやってたんですけど、マジでむずい、この企画。今回、もしかしたらワンチャン終わる説あります、あるんで、ちょっと頑張りますわ、相手 B ランクなんで。うん、でもやっぱこの松井裕樹選手強いですよね。あ、おらんかった。シングルヒットの音だ。いやー、これを機に終わらせたかった。いやー、ストレートあります。見えた。やっぱね、当たれば飛ぶんでね、まあ、どんだけ当てさせないかっていうのが、まあ、B ランク、A ランクの重要な点だと思うんですよ。正直なところ。カーブ来そうかな、そろそろ。ほら、当たった。もう最近なんか、読みはいいんですよね。おお、来た、すげえ。いやー、なんか謎に、ボールの読みはめちゃくちゃいいんですよね。おお、相手の方変える。久しぶりやな、こんな先頭から 3安打持ったの。ちょっと、今回もう2回からすぐ着きますね、もう。いや、走るか悩むな。走ります。うわー、なんか支えそう。ほら、言わんこっちゃない。あぶねえ。支えるぜ。抑えるでって。お前はピッチャーじゃないやろ。おーい。いいね、今日なんか調子いいわ。今日調子いいっすわ、なんか。なんでやろ。走ろう、また。おえ、来た来た。え、勝ったんじゃん。おお、え、ちょっと待って。ふくとちょっと、できんかった。あざした。今日はここで終わりたいと思います。久しぶりにコールドゲームをしてしまった。あ、出した。バイバイ。